工藤久紀は日本の政治家、北海道函館市長、北海道大津部長生まれ、函館ラサール高等学校、早稲田大学法学部卒業、1973年4月、亀田市役所に就職。なお、亀田市は同年12月1日に函館市に編入されている。函館市秘書課長、財務部実長、財務部長、 企画部長を歴任し、2006年4月、西尾正則函館市長の下、函館市条約に就任するが、2009年12月、西尾市政を批判し、副市長を辞任。2011年4月24日に行われた、函館市長選挙に無所属で出馬。現職の西尾正則を破り、初当選を果たした。4月27日、市長就任。当日有権者数、 233,385人最終投票率 55.65%2015 年4月26日に行われた市長選で元衆議院議員秘書の新人を破り再選当日有権者数六千百二十二人最終投票率ーセント。二千十九年四月十一日に行われた市長選で 元広崎大准教授の新人を破り参戦。当日有権者数22万1 6 6人、最終投票率49.32%。ありがとうございます。